今日はですね、エープムーブの最新情報をここラオスのパークセイからお届けしたいと思います。今ね、旅系の動画はルアンパバーンの初日ぐらいなんですが、ちょっと先取りしてパークセイの風景もね、見てもらおうと思います。んで、早速エープムーブの最新情報。結構長い間ね、更新されない時期があって、エープムーブもう終わったんじゃないかみたいな話も出ていましたが、いよいよ動き出しましたね、最近。11月末になって、予定では11月の前半に PVP の情報が公開されて、もう PVP もね、11月には始動するんじゃないかとも言われていましたが、だいぶ遅れて発表というか情報がぼちぼち公開され始めました。でちょっと情報を遡っていくんですが、まず11月1日のこのツイート、クリプトフットボール×エープムーブということで、もうクリプトフットボールがエープムーブの PVP だというね、示唆がもうここでされていますね。んーで、次がこの画像ですね。そこから約2週間後の11月14日、このミントパスのシルエットの画像が明らかになりましたね。ミントパスヒントと書かれていますが、もうヒントというよりこれは答えだと思っています。あのミントパスのカードがあることによって、クリプトフットボールの選手をミントできるのではないかと。まあ、正確には、こちらはクリプトフットボールの選手とはまたちょっと違うのかもしれません。エープムーブのアプリ側での表示になるのかもしれませんね。猿の選手で、プラカードにはメッシと書かれていますね。アルゼンチンの選手。で、その PVP の肝心のシステムなんですけど、多分僕の予想で間違いないとは思うんですが、エープムーブとクリプトフットボール、提携を結んでいるのは間違いなくて、ただ、同じ業者かと言われると、ちょっと怪しくなってきました。この辺がね、全然まだわからないんですよね。システム的にタッグを組んでいる可能性はありますよね。スタジアムとか、選手とか、だいたいシステム的にはもう合致してきているので、あとはどのように提携をしているかなんですけれども、エープムーブ側ではエープムーブ側の独自の選手の画像を使っているというのが正しい認識なのかもしれません。でクリプトフットボールはクリプトフットボール側で選手の画像を用意していて、エープムーブはあくまでアプリ側、クリプトフットボールはあくまでウェブ側という立ち位置で同時展開していく、まあそこはつながっていて展開していくっていう形かもしれませんね。なんかね、エープムーブもクリプトフットボールもはっきりしないんですよ。僕はですね、結構ツイートで、いや、エープムーブとクリプトフットボールは一緒でしょみたいな感じで言ってるんですが、そうするとクリプトフットボールから DM が来たりして、なぜ私たちがつながっていると思うんですかみたいな、いやいやもうあからさまじゃんみたいな感じで思うんですけど、なんかしらを切ってるようにも見えないんですよ。だから多分、まあ言語の壁っていうのもあると思うんですが、完全に一緒ではないんだなっていうのはちょっと見えますね。でも完全に別っていうことはないので、まあまあつながっているっていうことは間違いなくて、それぞれ独自で同じシステムを使いながらやっていく形なのかもしれません。まあその辺も謎をめいていてちょっと面白いですけどね。これからどういうふうにこの謎が解かれていくのかっていうのもちょっと興味深いところではありますね。で次は日本の選手の画像が公開されていますね。ちょっと僕ね、全然選手について詳しくないんですけど、吉田、富安、立同安、源とね、このツイートは、あ、AMA を開催するっていうツイートか。で、ベーププラスレジェンダリー NFT スペシャルエディションワールドカップ NFT を含む日本語コミュニティを開催しますと。で、ホストになりたい日本人ユーザーは DM をくださいとありますね。で、僕もね、英語ができたら参加したかったんですけど、英語ができないと何言ってるかわからなかったら、ホストとしての役目が果たせないと思うんで、まあそこでちょっと考えたのは、通訳でも入れようかなとか思ったんですが、ちょっと適任がね、見つけにくいっていうのもあって、やらないかなとか思いますね。でもこの日本人選手の NFT は欲しいですよね。で、次は、これがワールドカップの試合結果を予想してみましょうっていうツイート。で、最も正確かつ最速の予測を行った3人の勝者に30ドル。ということでね、これはね、結構いいイベントじゃないかなと思いますね。参加人数はちょっと少ないかなとは思いますが、当たった人はラッキーって感じで、僕は全然ちょっと参加をしてないんですけど、まあ次から参加しようかなとか思ったり、まあなんかあんまり今まで興味がなかったんですけど、当たった人はおめでとうございます。日本人の人が結構当たってるんですよね。で、これも最初のゴールを決めた選手を正しく予想した最初のファンに20ドルと、どん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 お金を出してきますね。テザーで払ってるんかな、これ確か。で、結構ね、本当に日本人の人が当たってるんですよ。
3人ぐらい見ましたね、当たってる人で。これもかな、あ、これはただのアンケートで、次がこれね、ロナルドのミントパスのカード、これ多分レアリティめちゃくちゃ高いカードだと思うんですが、これも日本人の人がね、あなたが当たりましたみたいな感じで言ってて、この画像貼り付けてるからこれがもらえるんかなって、僕もその当たった人も思ってたんですけど、おそらくちょっと違うんですよね。これはですね、ドルがもらえる入賞だったと。ただここにロナルドの画像があるんで、それはね、これがもらえるんかみたいな感じになるじゃないですか。だけど多分ちょっと違ってましたね。惜しい。ロナルドは欲しいよね、メッシとかロナルドは。で、次がエープムーブが正式にアップストアに掲載されますと。今までってされてなかったんでしたっけって僕ちょっと思ったんですけど、 iPhone だけ遅れてたんでしたっけ。テストフライトでやってたんかな、ちょっと僕記憶が薄いんですけど、 Android が早かったんだっけ、忘れましたね。まあこれ書いてあるってことはそういうことなんでしょうね。テストフライトがどんなのか知りませんが、やりやすくなったっていうことでいいんでしょう。で、これも最も多くのゴールを決めた選手を正しく予想した場合に20ドルとか、なんかいろいろやってますね。盛り上げようと頑張ってますね。肝心の PVP の情報がないぞっていうところなんですが、いや、この猿の画像はめっちゃ使ってくるんですよね。だから画像はもう用意できてるんだということだと思うんですけど、早 PVP の情報出せやって思うんですよね。これは。ところで、メッシが最初のゴールを決めると予測した人はメッシ NFT を受け取ることができますとありますね。いや、これもらえた人いるのかな。結構予想してたんじゃないですか、みんな。っていうことはメッシもらえるのか、いいね。で、肝心の PVP の情報ですよ。こちら。ちょっといいね、リツイートとか少ないね。全然 PVP にみんな興味を持ってない証拠だと思うんですけど、結構これね、面白いかなと僕思っていて、まずスタジアムっていうのを買うと、誰かが。そこにメンバーとして仲間を入れていく。500人が上限で、50人メンバーが今いますよと。で、右上の Your Accumulate。って読むかな、これ 3.25 キロとあるのは、これは自分の歩いたキロメートルで、スタジアム全体だから50人が総勢で歩いたキロメートルが1053キロメートルと。で、このように PVP は戦っていくんだと思いますね。つまりこの1053キロメーターの部分が多いところが勝つっていう話なんですが、マイルストーンがあって、例えば1000キロのマイルストーンがゴールだとするなら、どのチームが一番早くそこに達するかがおそらく勝負するところなんだろうなと思います。で、ランキング1位とかここに書いてあったり、ヒストリー、リワード、なんかいろいろ書いてあるんでね、これはソーシャルファイとしても結構面白いんじゃないかなと思いますね。今のところね、今ざっと見てみたところこれだけなんですよね。情報が出てきたのはこういった猿の画像、ミントパスの画像、こちらですね。このようになると。で、あとはこのスタジアムの画像なので、今ワールドカップに乗じてエープムーブの存在感を高めようとしているっていうのはちょっと見えますよね。で、今 PVP を開催あえてしてないっていう可能性が見えます。で、ワールドカップが終わった瞬間に PVP を開始するのかなっていうことは、12月18日までなんですね、ワールドカップが。だからその次の日ぐらいかってなるとね、僕誕生日が12月19日なんですよ。ちょっとエープムーブさんにね、何かもらいたいですよね。まあ、スタジアムの NFT か、ロナルド、メッシ、もう全部のレジェンダリー NFT とかね、いいですよね。ということで、皆さんもちょっと僕になんか仮想通貨でください、誕生日なんで。まあそんな感じでね、今回はエープムーブの情報をまとめた感じにしました。僕は全然エープムーブ関連のワールドカップイベントは参加してなかったんですが、ちょっと次から参加していきます。次の目玉の試合としたらスペイン対日本ですかね。やっぱりね、12月2日金曜日ということで、どこで僕は見るかっていうのもね、結構重要なんですよね。ルアンパバーンで見るのもいいなと思うし、さあこれからの旅もどうするか考えないとね。ということで、いかがでしょうかね、ここパークセイ。めちゃくちゃロケーション良くないですか。まあここの旅もまた面白いんで、そちらもお伝えしていきたいと思います。そんな感じで今回の動画は以上にしたいと思います。それではまた。